多分動かなかったのは動くだろう。ほらな、動いた。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。では今回はですね、コピーとオリジナル、そう、ガガミラノのオリジナルとそのコピーですね、それをまあ見上げていきますが、また以前と同じ作業です。これはオリジナルですね。オリジナルをジャンクで購入しました。動かないものを動かしてます。まあなんていうんですかね、タガの場合オリジナルでも中華製ムーブですから、この引っかかりがあるんですよ。引っかかりでもって動かないっていうのはよくあるので、ちょっとこの歯車をいじくってあげるとすんなり動いてくれるんです。これがまた中華製らしいですね。中華製らしい、このなんていうかね、引っかかりでもって動かない、うん、よくあるんですよね。これがまたね、ベースは多分6497だと思います。6497ですね。でこれはもう綺麗にしちゃってます。もうかなり綺麗にしちゃって、まあ汚かったその画像動画はですね、ちょっとカメラが回ってなかったという失態を犯しました。まあ今回はね、ちょっとコピーとの判別なのでね。でここにほら裏にね刻印があるんですよ。でコピーの場合ね、裏に刻印がないんだよね。これもガガでしょ。ぱっと見わからんけど、裏に刻印がないでしょ。わかる？刻印がないんだよ。以前も見せた通りペラペラなんだよね。ペラ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 がシートが貼ってある。これがコピーです。ちょっとまあ作りがまた違うんだよね。ちょっとまた作りが違ってさ、すぐわかるよ。意外と手に取ればね、意外とわかるんだよね。ガガのコピーもさ、オリジナルでもこの中華製っていうのがね、腑に落ちる。これまたオリジナルなんですけど、オリジナルをジャンクで購入したものなんですけど、まあ汚いんですよ。この曇りを放置しとくと、このインデックスまで曇ってきます。まあ油がここに付着するんでしょうね。針なんかも曇ってきますから、この放置しとくと曇りがどん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 このね、いろんなものにひっついてくるという、まあ中華製らしいですね。中華製らしい、こういったものが発生するということになります。なので今ちょっとね、綺麗にしてますが、ちょっとではこのコピーとオリジナルの判別方法を見ていきましょう。ではちょっとね、ガガミガガミラノのマヌアレですね、のちょっとオリジナルとかの、オリジナルかコピーかの違いというものを見せていこうかなと、探っていこうかなと思ってます。これはガガ5本並んでますが、実は2本コピーが含まれています。まあ分かる人は分かるのかな、そしてまあ動画見てくれてる方は分かると思いますが、この2本ですね、この2本、こちらとこちらが、あのコピーなんですよ。でこちらがオリジナルなんですが、パッと見はね、本当に分からないんですよ。でこの2本はリューズが2本ともなかったんです。リューズは別でつけてますので、リューズの比較とかはちょっとなしにしましょう。別のね、中華製の中華から買ったリューズをつけてますので、リューズの比較はちょっとやめておきましょう。でまあガガはガガミラーの、そうですね、マヌアレも含め、いろんなそのガガですね、女の子モデルからクォーツから結構好きなんでいろいろ買うんですが、
特にこのことマヌアレに関しては非常によく曇っております。よく中古で買えますが、中古で 買うと非常に曇っております。まあ普通では使えないぐらいにもう曇ってます。その曇りの除去をしなきゃダメなので、その辺の動画はね、前回の動画でも上げてますので、そちらを参考にしてみてください。今回はどうやってではね、コピーと見極めてるかっていうのをちょっと見せていきましょう。で、裏返してみます。この2本もうすでになんか違うよね。色味が違うでしょ。真鍮が使われてたりとかってありますよね。なんかちょっと色味が違うじゃないですか。もうすでにもう違うなと思ってる。2本ともコピーであるのに2本とも違う。で、オリジナルをひっくり返していきましょう。こんな感じなんですよ。わかりますかね。ここのパーツはね、ここの受け、これとこれ比べてみましょう。こちらがオリジナル、こちらが、コピーです。受けの色わかります？真鍮、一部真鍮が使われてるパーツがありますよね。これがね、なんかね、オリジナルであろうと思われるですよ。あくまで思われるです。俺がいつも画像で判断するのはここで判断しています。こういったところで判断します。こうやってね、こういったオリジナル、すべてこうやって刻印がされているオリジナルもあるのかもしれませんが、俺はそういうのが当たったことがない。こういった、ここが真鍮じゃないモデル、全部ガガミラノってこう刻印みたいなのされてますが、プレートが貼ってあるんですけど、コピーはね。オリジナルでもこういうモデルあるのかもしれませんが、中古で買ったときは、全部このタイプ買ったときは、全部コピーでした。全部コピーでした。あ、コピーなんだと思ってね。まあそれもそもね、ガガ中古で買えば結構安いですから、よく買うんですけどね。で、あとちょっと見えづらいんですけど、ここはね、この、わかるかな、こうやって見ればわかるかな。あ、わかんないな。こっちかな。この裏側、リューズの裏側ですね。ここちょっと見づらいかな。リューズの裏、ここにガガのマークの刻印があるんですよ、オリジナルは。コピーはそういったものがない。全くもってこのリューズのこのね、裏に刻印がないんですよね。なかったりします。で、前回お見せした通り、裏蓋ですね、裏蓋も、裏蓋の裏側に刻印があります。オリジナルはそれをちょっと見ていきましょう。いや、せっかくなんでね。まあこの辺になると、もう実際に手元に来てみて、で判断、手元に来てからの判断だから、購入する時の、なんていうのかな、判断材料にはならないんですけどね。ケース形状もちょっと違うんですよ。オリジナルはこちら側にこのパッキンがね、埋め込むんですが、コピーはこっち側にパッキンをつけるんですよね。ちょっとその違いもあります。あと裏蓋のほら、こっちが裏、こういう風に裏蓋の裏ですね、刻印がありますよね。ほら、オリジナルの刻印があるんです。コピーは刻印がなかったりします。こういった面でも、まあこの辺は来てからですね、手元に届いてからの確認になるので、ちょっとまあ参考になるかどうかわからないですけど、こういったところもね、参考にしてます、俺は。なので、ここほら、やっぱり一番はこの真鍮パーツが使われてる。ここの受けはね、真鍮を使われてるのがオリジナルっぽい、ぽいですからね、あくまでね。これが本当に正しいかどうかは俺もよくわかりません。もう判断がいろいろつかないもんで、ムーブメントを見たところで全部中華製ですから、オリジナルも、このマヌアレに関しては。ただまあ判断つかないんです。この辺なんかもうわかるよね、これはもう。わかるよね。もうなんていうか、ちょっと違うな、みたいな感じですね。だこういったものはやはりね、買うとき、こういったこうちょっと怪しいなと思うものは、オリジナルをね、買う、求めてる場合は、あまり手を出さない方がいいかもしれない。俺はそうやって手を出してません。すごい安いとか、3000円とか2000円とか買えるって売ってるというのであれば、ちょっとね、買ったりもしますけど、今回みたいに。こちらは全部、まあ、オリジナルと思われるもの、3本ですね。やっぱりちょっと違いがやっぱりありますよね。そういったところでまあ判断してるよね。意外とね、このコピーっていうのがね、フリマサイトに、ね、コ
混在してます。混在してる。本当に混在してるので、どうして買うならオリジナルがいいじゃないですか。中古とはいえ、かなりの混在具合ですので、こんな感じだね。なのでこの僕なんか見てもよくわからないっていうのは正直なところだけど。本当かどうか俺もこうやって買ってるってだけですから、であとねやっぱこの薄さです。薄さっていうのかな、ケースレンズの厚みっていうのかな、それによってもね結構判断したりします。ああやっぱりねちょっとね厚みがあるんです。オリジナルってねかなり厚みがあるんですよ。これがねいただいたコピーですけど、わかるかな、若干しかわからない。この辺はね意外と触ってみればねあって気づく感じです。触ってみれば意外とわかるような感じですけど、意外とねあっと思うぐらい差があります。では実際にどれぐらいの厚さがあるか見ていきましょう。これは16ミリ超えてるな。16ミリ超えてます。16ミリぐらいなのかな。16ミリ超えてくるな。16.5、 これなんかかなり分厚くて 16.5mm あります。モデルによってやっぱちょっと違いはありますね。じゃあちょっとコピーのねこの厚さ、これはねそのままのコピーですね。これね 15mm しかないんだよ。 15mm しかないから 1.何mm そのね違いがあるとなると結構わかるもんです。触ってればちょっとやそっとで分かりますから、意外と分かるので、こういったところでもこうね触ってみて厚さがないとかっていうのでも判断してますけど、まあ意外と分からないけどね、分からないもんだけどさ、どうせまあ買うのであれば、まあいつもね中古で買ってます。なんかはね特にマヌアレに関しては中華製のムーブメントですからね、まあ俺はよく中古でしか買わないんですけど、あと並行輸入とかそういったところで買うんですけど、でまあこのマヌアレに関しては買った時相当に曇ってますから、中古で買うとかなりの曇りです。もう本当にもう信じられないぐらい曇ってますからそこを除去してからでないと使えないので、かなり、ね、注意が必要です。こういった感じかな。でもまあこうやって表面っていうか何ていうのかな、パッと見に見るとわからないよね。正直わからないよ。ただまあ買うときはこの 裏を見てもらって、こういったところがこう真鍮一箇所の受けが真鍮になってるものを買ったりとかっていう買い方をしてます。それでも偽物の場合もありますから、それでもコピーっていう場合もあるので、今のところそういったものは俺は掴んでないですけど、掴まされてはないですけど、こういったここのねこの受けがこのなんていうの刻印モデルっていうのかな、これでよく買うと偽物をつかまされてます。今のところほぼほぼ 100% 偽物をつかまされてます。まあ実際にねこういった刻印モデルあるのかもしれないですけど、オリジナルでもね、俺はこうやってねよくこう中古で買って安いの買って、こうやってここがこれと比べてほらちょっと違いがありますけど、この銀色の方を買ってよく偽物をつかまされてます。今のところ 100% 今のところ 100% つかまされてる感じかな。だからそういったところを気をつけて、もうそういったものは買わないようにっていうふうに自分の中で決めてます。まあ、本当はそういうのあるのかもしれないですけどね、オリジナルでもあるのかもしれないですよね。この3本がオリジナルというか感じですね。全てにおいてまあ刻印もあるし、ここにもねこの裏のリューズの裏にも刻印もあるし、裏蓋にも刻印がありました。まあこういったねスーパーコピーがあるのかもしれない。そういった場合はもうわからないです。ガガの場合オリジナルでもね、マヌアルの場合はこれは中華製のムーブメントになりますからね、だからものすごく曇りますし、曇ったままでは使えないですし、で曇りを結構放置しておくとこのインデックスにも曇りが移ってくるんですよね。先ほど見せましたが、先ほどやってたのはこれです。インデックスにも曇りが映ってくるので、そういった場合はまたこのインデックスも綺麗にしなきゃダメとかってなるので、まあこれもね、年1回サビ、曇
曇りの除去が必要です。年一の曇りの除去が必要ですけどね。まあ年一回やればいいだけですからね。いいんですけど、別にね。まあでもガガのねデザインがものすごく好きなので、もしまあ賛否ある時計です。本当に賛否両論ある時計ですから。賛否両論ある時計ですからね。でも好きな人は結構いると思います。俺はかなり好きなのでね、俺とツッシュはかなり好きなのでよく買ってるんですけどね、こういったこともよくありますから注意が必要ですっていうことですね。いやーでもかっこいい。こうコピーと見比べてみてもさ、この表面ではもうわからんよ。わからん、正直わからんもん、パッと見ちゃわからんな。ちょっとサイズが違ったりする？もしかしてなんか小さくない？これ 48mm 違うな。これはサイズは全くもっと同じだな。そういう違いがねちょっとあるっていうことでした。はい、ありがとうございます。ということで今日はあれですね、ガガミラノにちょっとまあ注力をしてみました。まあやっぱりまあ俺も好きなんですよ。すごく好きで、すごく好きで、まあ賛否ある時計です。こればっかりはやっぱどうしてもね、いろいろ賛否両論ある時計でして、やっぱこのことマヌアレ、このマヌアレに関して言えば、やっぱりこの中華製を使ってる、オリジナルでも中華製を使ってるという時計なので、やっぱその辺でやっぱりね、時計好きの人からしてみれば、やっぱりちょっと中華製かと思う、なんていうかな、ところでしょう。まあ実際俺もそう思いますが、なんで中華製なんだろう。だからこの中華製を使ってるので、まあ、前回お話しした通り、めちゃくちゃ曇ります。中古で買うとめちゃくちゃ曇ってます。もうすごい曇りのやつもあるよ。それを放置しとくとこうやってインデックスにもその曇りが付着してしまって、そこも掃除しなきゃなかなか使えたもんじゃないということです。でこのねタイプ、このマヌアレはこの風防を外して、これをムーブメントを外さないと外せない、ムーブメントを外せない。だからここを開けたところで、裏蓋を開けたところでムーブメントを外せない。こっち側が曇ってるのでこの風防を取らないと綺麗にできないんです。であとは綺麗にした後、またこれを装着しなきゃダメなんですが、まあ、前回失敗した通り、ああいった失敗を起こす場合もありますので注意が必要です。だからちょっとね、意外とこう中古で買う時にはきちんとできる人じゃないとやっぱりね壊します、でやっぱりこのオリジナルとこのコピーのこの厚さ、このレンズが非常に大事ですから、このレンズって非常に大事ですから、これが壊れてしまうとやっぱりそのね厚さというものが失われてしまいます。オリジナルの特有のオリジナル特有のこの厚さというのが失われてしまうので、ちょっとヘッドグレーキでやっぱり注意が必要ですね。でまあ今回話した通り買い方ですね。オリジナル、まあ新品をね正規店で買うんであれば別に問題ないですけど、俺みたいな人はやっぱ中古を買います。フリマサイトなんかで中古を買いますんで、そういった時にやっぱりね色コピーも混ざってます。でまあ、俺の買い方はこの受けですね。ここの受け、この受けですね。ほら金色になってるもの、金色になってないものってあります。ほらね、だからこの金色になってるのを俺は極力買うようにします。オリジナルでもあるのかもしれませんよ。こうやってね刻印されてるのがオリジナルでもあるのかもしれませんが、俺はまあ中古でよく買ってますから、中古でこういった銀銀のものを買うとほぼほぼ 100% コピーでしたっていうのがありますね。だからまあこういったの今後は銀銀のものはあんまり買わないです、あんまり買ってない、オリジナルでもあるのかもしれないよ、こういったモデルはね。わからないですよ。ただ俺の買い方ですから、ここは金のやつでも偽物が紛れ込んでるかもしれませんから、そういった場合はやっぱり来てみて確認して、フラブタの裏に刻印があるのか、リューズの裏に刻印があるのか、レンズの厚さがきちんとあるのかっていうのもやっぱりその判断材料になります。まあそれはもう買ってしまったらもうどうしようもできないんですけどね、買う前にやっぱりかなり注意が必要というかね。意外とそしてねマガーレは
ガガはやっぱりね中古でも安いです、うん、だから中古でバンバン借りてねこうやって綺麗にしてでまた使うというのことを俺はよくやってます。好きなんですよめちゃくちゃガガ好きなんですよ。なんだろうな、すごく良くないこのデザインって、ものすごく独創的じゃないですか。あ、懐中時計を模してるみたいですね。ガガはね懐中時計を模してるみたいなのでここに竜図があります。でここの竜図が飛んでるものもあります。こ中古ではねここはなくなってしまった。それはなくなるよ、こんなとこすぐぶつけるじゃんその使いづらさというものもやはりねお気に入りのポイントの一つなんですけどね。いやー長々ねちょっと好きな時計なものでやっぱり多く語ってしまいました。第3話ぐらいやったかな。いつかあのでかいのあるんですよ、あの置き時計、ガガの置き時計があるんですけど、でっかいのがあるんですけど、いつかあれ買いてえなと思ってるんですけどねあれ買いてえな、ほんと買いたいな、このでかいのあるんですよ。まあ、ツッシーとね2人で狙ってるんですけどね、いやー買えたらいいな。まあそういったことでねちょっと今日はガガにちょっと目を向けてみました。まあ賛否ある時計です、賛否ある時計ですが、時計は時計です、ね、好きな人もいます嫌いな人もいます、そこは自己満足ですから、それはねやはりねどっちでもいいと思うんですよ。嫌いな人もいるし好きな人もいる、そういったものはやっぱ自己満足ですから、俺は好きな時計の一つです。結構何でも時計好きなんですけどね俺ね何でも時計好きなんですけどということでね、またこういった日々の作業インスタツイッターそちらによくアップしておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。ということでまたね新しいガガを手に入れたらまた今度ねちょっとまあ手に入れた時ですね1から10までの手順というのをやってみましょう。ちょっとまあ飛び飛びになってしまって、この裏蓋を開けるところで、裏蓋じゃないや風防を外すところとか、こう綺麗にするところとかも取ってなかったんで、今度はまあなんか手に入れたら、中古で手に入れたらどういった状況なのか、最初の状況の曇りとかから綺麗になるまで動いてないの結構あります、動いてないの結構あるんですよ。ガガこの中華製だからさ、また動かねえんさ、動いてない、引っかかりでもって動いてないっていうのはよくあります。引っかかりだよ、特有の中華製だよねそういったものも含めてね、また手に入れれたらまたご紹介したいなと思いますんで、その時また楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。